こんなあやでよければお願いします。マジ？お願いします。お願いします。ガチで？うん。俺失敗するかと思った俺本当に。やばマジか。うん。タイプじゃないのにときめきもしないのに知れば知るほど構ってく禁断の果実。緊張する。ずるいよいつの間にか友達じゃいられなくて。どっから来るんや。マートくん久しぶり。久しぶり。マッチめっちゃ可愛いんだけど雰囲気変わる。うん、なんか思ってたのと違かった。思ってたの違った。うん、服装の話してなかったじゃん。そんな、そうしなかったよね。そう、だから似合ってるよ、めっちゃ。話してて黒お揃い。そうやな、黒黒。そう、黒黒。いや、黒似合うよね。え、本当。いや、なんか大人っぽくなる。恋してん時黒着てなかったけど。いや、なんか子供っぽかったなって。あ、子供っぽ。そう、子供っぽかった。なんか白と黒が大人に見えるから。え、2ヶ月ちょいぶりとか。そう、2ヶ月ちょっと。そうだよね、やばいね。めっちゃ久しぶりよ。 ね。いや、なんかさ、うん、電話はちょこちょこしちゃったからさ。そうそう、あれだけ。あと連絡は毎日してたけど。あ、LINE ね。そうそう、熊本さ、うん、まだちょっとあったかいんよ、うん、九州だから。あ、そっか、そっか、そうだよね。東京来た時、私も飛行機降りた瞬間から、ね、寒すぎて。え、昨日も寒かった。いや、昨日寒かった、うん、夜来たから。あ、そっか。そうそうそう、めちゃくちゃ、なんか久しぶりだけど、ちょっとマジでやばい。せっかくさ、うん、こう2人で会えたからさ、うん、今日はさ、なんか楽しみ。そうね、ちょっとまあ、いろいろとね、うん、2人でやりたいことやっていこうかなって思います。思います。思います。じゃあ行こっか。行こ、行こ、行こ。行こ、行こ。やば。成立ぶりだね。成立したぶりだけどさ、うん、そもそもこうして父親まんま手つながんかったよね。いや、まあ確かに。なんか確かに。プールで一回掴んだぐらい。やばい。どこ行くんだろうね。さあ、どこでしょうか。なんだか目つぶった方がいい。いや、つばんで言う。わかった。え、なんだろう、めっちゃ気になる。そんな気になる。うん、どこだ。ここですね。こっち。はい、スピンズ。え、めっちゃ好き、スピンズ。あや、マジで。うん、好き。俺行ったことないんだよね。そうだったんだ。はい、じゃあ行こう。じゃあ行こうか。うん、何買おうか。結構行く。うん、原宿来た時買い物行けわや。あ、そうなの。うん、こっちも。うわ、わ、かわいい。おしゃれじゃん、めっちゃ。どういうの着るの。黒多い。黒多い。でもこういうのとか似合いそうじゃん。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。合わせてみて。お、似合う。似合う。似合う、似合う、似合う。マジ。おしゃれ、おしゃれ。こういうのとかもいいじゃん。全然着ないよ、マジで。え、選ぼうや。それな、ね、お揃いのもの欲しくて。うんうんうん。そう、お揃いのものを買いに来たの。あ、そういうこと。そう、いいね。なんか色違いとか。そう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 。小物とか買いたい。あや、ねえ、見る。うん、はいはい。めっちゃある。やばい。こういうのめっちゃ可愛くない。キャップつけない。キャップかぶらない。かぶんないの。絶対似合うよ、つけないの。似合うかな。いや、普段帽子かぶんない。でも服装さ、うん、これとか合いそうじゃない。これ、うん、つけてみて。今日、え、いいじゃん。いい、うん、いい、似合う。うわ、野球や、思い出すわ。野球、野球部だったから。あ、そっか。そう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 、確かにね。めっちゃ見えるんだけど。野球部だったから。こういうのとか、え、いいじゃん、可愛くない。可愛い、可愛い、可愛い。じゃあ、彩香さんも。これ持ってよ。
候補ね、一個候補。キーホルダーもいいけどね。そうだよ、キーホルダーもいいな。学校のさ、リュックとかにさ、つけたりする。いや、おそろめっちゃ憧れるよね、学校で。え、イニシャルかわいい。M ある？ A と M。 え、これ簡単。いいじゃん。え、すごい。こっちなんか男の子って感じ。この帽子に合う服選ぼうよ。あ、なるほどね。そうそうそう、なるほどね。これ一緒にね、せっかく買うからセットでね。そう、え、こういうの好き？うん。え、似合うじゃん。もうこういう気はもう着ないかも。マジで？え、絶対似合うよ。うわって、それめっちゃいい組み合わせや。試着しよう。試着？うん、試着すっか。開花できた？できた。こんな感じ。どう？かわいい。あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ褒めてくれる。ありがとう。可愛い。うわあ、これで一緒になんか出かけたいの。え、ね、いい、行きたい行きたい。溢れそうなほど思っているのに。え、待って、プリ撮りたいよ。プリ撮るか。うん、撮りたい、ね、もうめっちゃピンク。え、やばい。え、いっぱいある。それな、どれ撮る？好きなの？春色世界が嫌や。あー、いいいい。そう、めっちゃ盛れるの。そうな。どういうポーズ撮る？なんでもいい、その場でね。即興で、即興。そう、即興でやろう。よし、最初帽子かぶろうよ。最初帽子かぶる。うん、今日2人でお塩で買って、あ、キーホルダーも近い。いいよ、いい。これカラデンキーホルダーで、うん、手つなぐ。いいよ。かわいい。いいじゃん。で、次は何？次は？うん？次は？次何ちょで？早い早い。ねえ、失敗だよ。あ、でもいい。次は？急だったな。うわ、めっちゃ良くない？すごい。すごい。ブレてないよ。落書きしよう。落書きしに行こう。落書き。ドレンズ。え、やっぱこれ？これですか？それいいね。これにしますか？なんかさ、急だったからさ。あ、来たと思って。来た。できた。めっちゃいい感じ。ほんと？初めての二人のプリコ。いいね。宝物や。めっちゃ美味しそう。それな、カスタードプリンで、はい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 、とこっちがチョコプリン。え、マジで？うん、いただきます。いただきます。プリン好き？めっちゃ好き。え、俺もめっちゃ好きなの。美味しい？めっちゃうまい。うんうんうん、めっちゃ美味しい。ね、会えなかったじゃん、2ヶ月間さ、うん、で、今久しぶり会ったけどさ、うん、あんまりなんか久しぶりな感じしないんだよね。だってさ、なんか毎日話してたよね。そうだからじゃないかな、なんかね。なんか絶対話してなかったらさ、もうちょっと緊張するしさ。確かにね、なんかさ、うん、不満とかあった？なんか不満社員とかの話し方とか。うん、そう、なんかジュキヤが、うん、冷たくね、みたいな返信が。え、そうだから、なんかえみたいな。え、でも、いや、そんなことない。なんかさ、ちょうどさ、成立した日とかもさ、ちゃんと無事家着いたみたいな感じで言ってくれたじゃん。優しいって思った。あ、マジで？めっちゃ思ったよ。マジか。うん、なんかマナト君さ、恋しての撮影の時もすごい優しかったけど、その撮影とかじゃなくてもめっちゃ優しいから、全然恨んでないと思って。そう、人だと思って。家族とかと一緒に見た？一緒には見ない。
なんか言われたりする？いや言われるよ結構。感想みたいな。彩香が泣いて、うん、俺が泣いとるとかって聞いた時、うん、親にいや空気読めなさすぎでしょみたいな言われて言われたんだ。いやそうですねっていう。あれはマジでしくったなと思って。いやでもずっとさ隣にいてくれたじゃん、うん、特に別にすごいなんか聞いたりとか、うん、でもそれは嬉しかった。いやまあまあ、いやとっさに言ってしまったからよ。でもマート君は結構正直に何でも言う気がする。あ今日もさなんか朝会った時にさ高一の時はちょっと子供っぽい服だったみたいな言っててさ。いやだからもう違う、イメージがね、うん、もう可愛いなのね、うん、もう幼くて可愛らしいっていうあれだからイメージが、うん、ちょっと大人っぽくされるとなんかギャップっていうか、うん、ふわっみたいな。そう、今日はちょっと大人っぽくしてみた。新発見、新発見、新発見、めっちゃいい。夜景めっちゃ綺麗。めっちゃ夜景綺麗じゃない？ね。運命なんて信じてなかった。うわ、マジだよ。だけど気づいたら本気で恋してた。恋する週末ホームステイ10月25日スタート。